私の名前は音符、小学1年生だよ。それにしても今年の夏も毎日暑いね。みんなは元気にしてるかな。こんなに暑い日が続くと今にも溶けちゃいそう。だけど学校の中はクーラーが効いてて涼しい。はぁ、天国天国、もういくらでも眠れちゃう。音符よだれ垂れてるぷに。ほら音符さん、起きなさい、今授業中ですよ。はぁはぁ、よく寝た。よく寝たじゃありません。まったく。ほら音符さんだけまた0点。授業も寝てるしテストも0点なんて。このままだと卒業できないよ。そうだそうだ、バカキンが映るぞ。みんな逃げろ。この子は学年で成績トップの翼くん。何かと音符のことをバカにしてくる。俺はまたまた学年1位だったもんね。まったく1位以外も取ってみたいもんだよ。すごーい。タカは空気感染しないよ。翼くんそんなことも知らないなんて。勉強だけができるかわいそうな子なのかな。はあ、お前らこの俺様のことをバカにしたな。バカっていうやつがバカなんだぞ。バーカバーカ。昨日の体育の後の数学で翼くんもうとうとしてたじゃん。わかるよその気持ち。あれはネタフリ。だいたいテストでいい点取ってるなら寝ても大丈夫なんだよね先生。寝ることは良くないけど、0点なのに寝るのはもっとダメよね。ん、そっか、テストでいい点取れば寝てもあんまり文句言われないんだ。よし、次のテストは100点通ろう。うん、音符になんかひらめいたプニか。次の日、よし100点だ。これでお昼寝しても怒られないはず。おやすみなさい。いつも寝てる音符が100点？そんなわけない、絶対カンニングだ。俺は毎日塾に行ってるからいい点が取れるんだ。お前は行ってないのに100点なんておかしい。そうだよね、音符ちゃん授業中いつも寝てるのに閉店から100点っておかしくない？ルンルルーン、ママと一緒に帰るの楽しいな。音符、今日の学校はどうだった？この人は音符が世界で一番大好きなママ。とっても優しくて美人で自慢のママなんだ。ママ、今日は安眠券を獲得したよ。安眠券？そう、音符にとっては何よりも大切なことなの。よくわからないけど、おめでとう。さすが音符だね。そのためにちょっと頑張ったんだ。ほら、まあ100点だなんて音符すごいじゃない。いへん。そうだ、安眠券獲得と100点のお祝いしなくちゃだね。近くに新しいケーキ屋さんができたからやって帰ろっか。やったー。かなで安眠券が何か絶対分かってないプニ。あれ、あそこにいるのは翼くん？ママちょっと待ってて、翼くん。やっぱり翼くんだ。うん、ぐっ。翼くん、今日は塾お休みなの？音符は今からママとケーキ屋さん行くとこなんだ。そうだ、翼くんも一緒に行こうよ。テストで100点取ったからお祝いしてくれるの。100点をたった1回取っただけでお祝い？カンニングのくせに。え、ちょっと翼くん。うん、どうしちゃったのかな。あれ、お友達帰っちゃったの？うん、何も言わずに走って行っちゃった。そっか、この後予定があったのかもしれないね。私たちもケーキ屋さん行こっか。どんなケーキにしようかな。音符はイチゴのショートケーキ？チョコケーキ？うーん、悩む。プニのケーキがあったらいいのにな。プニも食べたいプニ。俺は毎日塾に通って頑張ってるのに、なんでカンニングで100点取ったバカがご褒美なんか。次の日、学校で会う翼くんは昨日の公園で見かけた時とは違っていつも通り元気そうだった。元気と言ってもちょっと行き過ぎだけど。おい、この間の算数のテスト絶対カンニングしただろ。はぁ、まだ言ってる。うんざり。じゃなきゃ音符が100点なんて取れるわけないんだよ。みんな、次の時間は国語のテストですよ。チャイムが鳴るまで漢字や読み取りの復習をしておきましょうね。はーい。
翼くんは今回のテストもバッチリかな？もちろん！なんてったってずっと100点を取り続けている天才なんで。すごい翼くん、ずっと100点なの？お勉強できる男の子ってかっこいい。ふふん、先生、もっと難しい問題出してくださいよ。こんな簡単なテストじゃ僕の実力が発揮できないんだよな。そうね、翼くんには簡単すぎるかしらね。1年生の問題ごときで偉そうにするんじゃないっつーの。結構な腹黒先生ぷに。まあこんな簡単な問題でもカンニングしないと100点取れないバカもいるみたいだけど、バカがいるせいでこのクラスのレベルが落ちちゃってほんと迷惑だよな。はい、ではテストを始めますので机の上のものを片付けてください。音符ちゃん起きろ、テストを始めるよ。テスト？やっちゃった。なんだろうこれ、これってもしかして。何してんだよ音符、お前は本当にどんくさいな。これって翼くんの字だよね。どうせ0点なんだから邪魔しないでおとなしく寝てろよ。ということはテスト始め。さ、今日も俺様は100点満点取りますよっと。なぜならこの秘密道具があるから。カンニングペーパー、どれ、ない、おかしいな、やばい、マジでカンニングペーパーがない。昨日夜作って絶対にこの中に入れたはずなのに、あれがないと俺100点取れない。やばいやばいやばい、連続100点記録がパパとママに怒られる。これはこうで、スラスラスラー。はぁ、音符のやつ珍しく起きて問題解いてるじゃん。ふんふん、さてはまたこっそりカンニングしてるんだな。ということは音符はまた100点を取れ、音符の答案をカンニングすれば100点が取れるってことじゃん。音符がどうやってカンニングしてるのかよくわかんないけど、あいつのを丸写ししておけば OK ということで、これでよし。どうなることかと焦ったけど、これでバッチリ OK。 バカにしてたけど、そんなバカ音符のおかげで助かったぜ。さて時間も余ったし、おやすみ。テスト後、今回のテストも簡単だったな。難しかったよ、さすが翼くん。すごい。まあうちはパパもママも東大だから、いやでも賢くなっちゃうっていうか、将来は社長とか国会議員とか希望しか持てなくて困っちゃうよね。皆さん、テストの丸付けができましたので返していきますね。点数の高い人から呼びますので、名前を呼ばれたら前に来てください。はい。一人だけ満点がいました、音符さん。え、音符また。音符ちゃん100点だよ、2回連続だよ、すごい。え、音符が呼ばれてるの。音符さん、よく頑張りましたね。確かこの間も100点だったわよね。やればできるじゃない、この調子で頑張りましょうね。皆さん、音符さんに拍手。みんなの前で褒められちゃった、嬉しいけどちょっぴり恥ずかしいな。またプニケーキでお祝いしないといけないプニね。おめでとうプニ。な音符の答えを丸ごと写したはずなのに、なんであいつだけ100点なんだよ。まあいい、どうせ次に呼ばれるのは俺だからね。次、さくらさん98点。ほお、かかしくん、みほさん、ゆうまくん。ねえ翼くん、まだ呼ばれてないよね、どうしたのかな。最後は翼くん0点。0点？なんで翼くん、どうしたの、調子悪かった。実はお腹が痛くて問題解く元気がなかったから。そうだったの、そういう時は先生に言ってくれればいいのよ。もう大丈夫？もう平気だよ。一体どうなってるんだ、音符の答えをそのまま写したはずなのに。
なんであいつは100点で俺は0点なんだよ。俺は100点取らないといけないんだ。あいつのせいで。ちくしょう。翼くん、お腹痛かったと言ってる割にふざけた回答してるわね。猫はなんと鳴きますか。プニプニ。夜の挨拶は何ですか。おそようございます。ちょっとこの間違いはやばくない。0点なんて取ろうと思ってもなかなか取れないです、プニ。お前どういうことだよ。どういうことって。これのことかな。答案用紙が2枚翼くんがテスト中音符の答え見てた気がして、一応本当の答案と見られてもいい答案の2枚を作っておいたの。は？何って。ちょっと考えたらおかしな答えってわかるのに、書いてておかしいと思わなかったの。バカなこと言うな。俺は天才なんだ。カンニングなんてするわけないだろ。しかもクラス一バカなお前の答案なんか。カンニングしてたのはお前の方だろ。ズルしないと100点取れないバカのくせに。しょうがないな。なんだよそんなデタラメなもん書いたって。これでどう。これって高校で習う方程式。しかも全部合ってる。音符ちゃん何者。音符はちゃんとやればできる子なの。えっへん。そんな難しい問題解けちゃうなんて、音符ちゃんすごい。あれこれって音符さん、これはどういうこと。どうしたの先生。え、これってさっきのテストの答えじゃない。っていうことは音符ちゃんが100点取ったのってやっぱりカンニングだったの。音符さん、黙っていないで説明してください。この字、翼くんのに似てるかも。なんですって。そう言われるとそうね。うん、あ、翼くんの名前。わからない問題が出たら他の人の回答を見るですって。翼くん、カンニングペーパーに名前を書くなんて初めて聞いた、プニー。まずい。違うんですこれは。さあ、昨日の夜テスト勉強をしていて、これはその時のノートの切れ端です。僕たくさん書いて覚える勉強法が得意なんで、その中の一枚で。他の人の回答を見るって書いてありますよ。人の回答を見るってつまりカンニングだな。頭いいマウント取ってたのに、カンニングしてたから100点だったってこと。ダサ。翼くん、これは見逃すわけにはいきません。先生は嘘をつくことと間違ったことは嫌いです。親御さんに報告させていただきます。そんな、パパとママには言わないで。ちくしょう。音符が見つけなければバレなかったのに、あいつのせいで。音符のせい。音符は何にも悪いことをしてないよ。翼くんも音符みたいに正々堂々と頑張ろうよ。お父さんもお母さんもズルをして100点を取っても褒めてはくれませんよ。翼くん、悪いことをしたらどうするとお家で教わってきたんですか。カンニングしました、ごめんなさい。俺の連続100点の記録が。だからその考え方をやめろっつってんの。後日、翼くんがお母さんと職員室から出てくるところに遭遇した。どうやら先生に謝罪に来ていたらしい。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。ほら翼も謝りなさい。ごめんなさいでした。あ、翼くん。なんだよ、どうせバカにするんだろ。俺だって最初はカンニングなんかしなくたってちゃんと100点取れてたんだ。でもパパもママも東大だから高い点取らないといけないってプレッシャーで。そんな言い訳しないの。あんなに塾にも通わせてあげたのに。翼くん、100点が取れなくたってそんなに気にすることじゃないよ。勉強なんて最初は分からなくて当たり前なんだから、これから勉強して頑張っていけばいいんだよ。分からないところは音符も教えるし、何でも聞いてね。音符、お前俺のこと怒ってないのか。怒ってなんかないよ、だってお友達でしょ。ありがとう翼さん、気づいてあげられなくてごめんね。そして翼くんは音符のことをバカにしなくなった。音符また0点だよ。
なんでまた元に戻っちゃったのよ。だってテストの時間が静かで気持ちよくて。ってこら、また寝るんじゃない。ズルしたって自分の力にはならないんだから、努力して頑張ることが大切だよね。カリンです。音符だよ。動画を最後まで見てくれてサンキュー。テスト全部解いたってどうせ時間余るんだから、とりあえず回答くらいはしてよね。本気を出すっていうのはたまにやるからかっこいいんだよ。まったくの。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしく。バイ、サンキュー。